間違えといてなんですけど。というわけで解説に入ります。一回一回止めていきます。いいとか。そういうことじゃない。4番のまま。
番のまま感想に突入です。ここも4番。はい、ちりめんそうめん、うまいな俺ね、思うよ。これも4番のままです。1番。ここが一番見せるところだから、水面奏法の後の歌わせのところですね。優しく弾くっていうんですね。2番に行きます。これはバイオリン奏法ですね。最後のところですね。これ2番でもいいんだけど、最後は2番でもいい。4番の方が本当はね、4番の方が追っかけてくれちゃったんちゃって、うんうん、こっちの方が、みたいだね。そうです。ですね。これもう例えばっていうのが必ず入るじゃんね。ワンコラス、その時はもうね、どれに切り替えるよりも、特にこの GT1 の場合は、うん、飛ばす時も数踏まなきゃなんないから、この GT100 の場合はほら、それってやるとそれが出るけど、うんうん、これはああ、そうかそうか、アップとかダウンとか順番にしないといけないからね。そのまんまやっちゃう、その前の音で、うん、っていう時もあれば、2コーラス、1コーラス終わった時みたいに、はいはい、これは GT1 奏法のポイントですね。4番の場合もあります。はいはい、気にしない、うんうん、ただ、2コーラスの最初の、はいはい、ちりめん奏法、これは4番、ね、はい、4番ね、ちりめん4、はい、でその後、一番の見せ場です。寺内が俺に、そのみ、
ブルースターの見せ場はどこだって言った時に、うんうん、2コーラス目の後半ハーフだと思いますか。よし、それでいい。バウリン奏法を見せ場だと思ってるやつがいるけど、うんうん、それは正しくないと。わかります、わかります。よかった、ね、やっぱり、例えばさっきの、これで、これ今1番だけど、1番に戻して、深いリバーブ、うんうん、で、ボリュームを抑えて、近いところの音を探して、うん、ドーンってことですね。はい。じゃなくてもう、でこれ倍音出ちゃう、ブーンって出ちゃうから、うんうんうん、あの他の指でこうカバーする。これじゃない、これトーンだっけ。ほら鳴り始めるでしょ。みたいなとこがかっこいいな。これね、うん、これよ。これ見といて。うんうん。これもちょっとこっち側にするとシャープしちゃうからね。うんうん。これギリギリ。入れておいて、
最初に手首をひねっておいてから、まあ、一発でね、一発でね、ほら、ぴったりいいよ。おー、素晴らしい。違うわ、いいじゃねえわ。じゃあ来たやろ。え、まだ来てない。あ、そんなこと言いながら、ふくらしちゃってます。よじゃねえよ。もう一回、もう一回、はい、やってみるか。あ、頭から。頭から。あ、いいじゃん。じゃあ、頭から取りますよ。Thank you.
これ GT1。 今日はブルースターの説明じゃなくて GT1 の使いどころの説明。そうよ、はい、うん、GT1 だね。だからこれはなかなかいいよね。でこれ、これがキャラバンモード、ね、かっこいい、かっこいいということです。はいはい、そんな感じで、うん、今日は GT1 で、ブルースターを弾くというですね、 GT1 の使い方モードを効果的に使う方法ですね、それとエアコンを直しに来たと途中で抜けてきたね社長も入ったり、社長、あれ本当社長かお前あのお前1ミリ方ないよよう、なんてお前誰にしょうがねえの、もうしょうがない、面白いね、というわけでございました。はい、こんな感じでございました。はい、ちょっと長丁場ですけれども、多分ね、みんな飽きないで見ると思うんで、はい、よろしくです。そんな感じですね、GT1 の、使い方、レクチャー、ブルースターのね、を使ってのっていうのをやりましたけど、どんな感じでしょう、はい、いいよ、それつけといてよ。はい。いいな、これ。どうだった？ベトちゃん、ドクちゃん。やめてください。先生はこれブルースターの音源、あの人にあげたら怒るのかな。そりゃ怒るっしょ。じゃあやめよう。残念でしたっていうかね、信頼してくれたんだからさ、やっぱまずいっしょ。三振カラオケ、おぶり、おぶりなし、なし、ね、カラオケ、うん、なんだこれ、通常カラオケ、そうそう、なんかミディのね、あるんだよね、あのなんだっけ、寺内の録音したいろんな華麗なる寺内さんの世界のバージョン、うんうん、すごいな、うん、全部自分で作ってらっしゃってるから ね、 ね、音自分で拾ってるんで、うん、すごいですよ先生。 AI にやらせてんだよねあの人ダメだから親父の次ぐらいにコンピューターダメな人本当にダメそうか、ブルースターの音源欲しがってる人多いんだよね。そうね、だから名前を出していいのかなっていう話でしたの。おう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 おお、巨漢コンビがだからそういうわけで、そうよ、うん、だからあげらんないから、どうもどうも坂本先生ありがとうございました、本当に助かりました。かわいそうだなどなたが欲しがってる人いっぱいいるのにまあ残念だな、あれだよ、うん、うちで戻られたこれね、うん、あこれね、万が一買う人がいる、万が一じゃなくてもいいんだけどさ、話をしてあげてもいい偉そうに偉そうにその時はこれの音源どれか、うん、3つのうちのどれかと、うん、これと額ね、額ね、額とかあえっこ額の先生にお礼を坂本先生と仲良くなった方がいいような気がするけど、言うな、お前名前出すな、仲良くなった指導じゃんか、バカタレ、これはもう特権階級だけだ、特権階級って、ね、プーチンって呼んで、プーチンね、プーチン頭おかしいからね、すでにはいはい、こ、はい、んな感じで、どうですか、ここのとこの、 あの生活は、ね、ここね、のんびりしてんだけど、のんびりしてますね。ここに出勤するのがまるで苦にならない。おもうね、徳川家康がね、久能山で骨を埋めてくれって言ったわけがわかんね。おお、その心は。だからもう、だから全然海はある、山はある。うん。ハエは飛ぶ。ハエはしょうがないね。だから、あの、久能山はいいと思う。クルーザーいいとこですね、本当にそう、だから遊びに来てください、うん、この連休お待ちしてますが、ね、連休までにあげろよ、あげるよ、あげるよ、あげるよ、そりゃで、3日になんかちょっと俺演奏するんで、ああそうね、僕も3日空きますんで、うん、はい、皆さんよろしく、はい、よろしくです、はい、じゃあライカム君、バイバイ真面目な人や
人間味が出て褒めた。